はい、おはようございます。今日も懲りずに朝練に大江川にやってきました。ここの場所、西大江川の警察署の裏なんですが、前日の5月20日日曜日に本塁の方で釣りをしていたんですが、かなりの減水で水も悪い状況だったので、まあ、西大江川に来てみました。昨日の帰りは西大江川をちらっと見たんですけど、まあ、割とベイトフィッシュもいて水も綺麗だったので、まあ、ここからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず朝一はベントミノ106から表層チェックしていきたいと思います。バドとか流しちゃうともう一気に場が荒れてしまうんで、まあ、まずはラトルとかそういうものなしな状態のやつでやっていきたいと思います。で、反応がなかったらまたあのストレートでやっていきたいと思います。この杭でいい思いしてるんで、まあファーストアプローチは静かに。ちょっとあそこだけは一発で決めたいんで、先にワーム入れます。ここで反応なかったらベントミノでストレッチ流していくんで。
大概今人がいるね。今日はこっちのストレッチでやるしかないですね。ギルは割と岸に寄ってるんで岸で出そうな感じはするんですけど、まあもちろん少し水深あるところだと思うんですけど、いい感じに風が吹いて水も動き始めたんで、もう出てもいいような気はするんですけど、自転車沈んでるね。ないか。これについてるかなと思ったけど、気が過ぎた。橋脚打ったら折り返し。
ポコポコと水面に出てきてはいるんですけど、ルアーが大きいせいなのか、魚がスローなのか、大きいルアーに反応してくれないんで、ちょっとサイズダウンしたベントミノーで、ベントミノー76、これでチェックしていきたいと思います。出てきたね。ここは抜けるでしょ。長かった。ベントミノ76のツヤワカサギだったかな。もう半分諦めかけてたんですけど、ちょっと嬉しい一本。ここリップラップになってるんで、まあここについてないかなと思って最後諦めかけて入ったんですけど、よかった。多分リップラップの下でしたね。今減衰してるんで、多分護岸のえぐれに入るような水深はないと思うんで、多分リップラップの下にいたんじゃないかと思います。まあちっちゃいですけど嬉しい一本。じゃあ優しく返しますね。ありがとうね、マスちゃん。ありがとう。足場高いからネットでごめんね。
時間も時間になったんで、このまま朝練終わって帰りたいと思います。4時半から打ち始めて、で今6時前なんですけど、最初はベントミノを106で流して、まあ、表層に反応なかったんで、あのストレートで折り返し打っていったんですけど、まあ、それでも反応なかったんで、まあ、中層をやろうと思ったんですけど、それやってるとこの長いストレッチ流しきれないと思ったんで、まあ、表層とボトムに的を絞ってやってみました。で106流してる時に、まあ、割とギルが岸に寄っていたので、まあ、目の前通してみたところ全く反応しなかったので、まあ、今稲子がかなり回遊してるんで、まあ、それのベイトサイズに合わせてやってみたら出てきましたっていう感じでした。でベントミの106じゃなくて76の方ですね。このツヤワカサギだったかな、この色をかなり気に入っていて、まあ、濁ってるところでも割と視認性も良くて、このクリアのカラーっていう両方攻めれるカラーになってるので、まあ、僕は76のサイズはこの色が好きですね。確か106はこのカラーなかったんじゃないかな、オリキンさんの確かオリジナルカラーだったような気がするんですけど、まあ、76もし使う機会ありましたらこの色をおすすめします。ではありがとうございました。